はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。サンリオピューロランド。さあ皆さんね、ガチャどうでしたでしょうか。さあいきなりキティニャン使ってのドリームマッチ、初っ端から来るパターン。さあ使っていきましょう。キティニャンですね、リンゴ100個分肉球ということで、自分が消えるほど強力。そしてハローキティ S ですね、こちらハートを放ち味方も回復する。さあいきなりステージ1からハローキティの S ランク来て、そしてさらにドリームマッチ、好物が与えられるということは仲間にできる。そしていつもね、最初のイベントのさ、最初のステージ1はほぼほぼ必ず仲間にできる、仲間にできないことの方が少ない。そこにね、この S ランクのハローキティ持ってきたあたり、かなりサービスイベントじゃね？と言いつつ、わかんないけどね、ここで仲間にするのにむっちゃ手こずるかもしんないけど、でもハローキティ S はいいよね。これはね、まあ、僕は前回のイベントでゲットしましたけども、これは本当に嬉しい。ちょっとね、周回して技レベル上げていきたいと思います。まだね、僕技レベル2なんだよね。これマックスいけんじゃねえの？さあ、落ちてくれよ。一応鉱物与えました。敵が弱すぎて夏木がかけれない、お坊ちゃまがかけれないとこはちょっと痛いけども、おっと来たぜ。しかも敵がなぜかやられた時にバイバイして去っていくというね、中国の PUBG みたいな、そんな感じですよ。さあハローキティ、こんにちは、一緒にティータイムはいかが。友達になりました。これはいい滑り出しです。さあ技レベル上げていく。さあ今回使うパーティーなんですけども、ランク Z のハローキティエンマ、妖怪プニを消す、使うためにダメージアップ、ガチャからねゲットしました。むっちゃ可愛い。そしてハローエンマ玉 Z ということで、グレートまで打てる。そしてスキルがあります。ジスの妖怪プニをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい 1.6 倍。これはいろいろと使えそうだ。そして百鬼姫クロミ、攻撃力をアップし、さらにデカプニを作る。スコアタムギなんじゃないの。そしてスキルが自身の技ゲージが溜まった状態でスタート 25%、 これも非常に使いやすい。そして ジバジンペイ、右手の拳で中央の妖怪プニを消す。ハローキティ SS ラブファンタジー、大きなハートを放つ。そしてスキルがスコアボーナスがつく 5%、これもスコアタで使えるんじゃないの。そしてキティニャン、かぶり物系ですね、かわいい、自分が消えるほど強力。これもね、今回のイベント使えそうです。さあステージ12、座敷わらしやっていくぜ。さあ3体ステージ、今回は玉壊しの Y ポイント稼ぎパターン、まあ連打で壊したり、もしくは必殺技で壊したりしていきます。今回はこのハローキティのエンマがね、結構ポイント玉壊しに使えるんじゃないの。とりあえずね、連打できます。連打でもね結構壊せるんで、まあ必殺技でね、玉壊し系に有効なの持っていない方はもう連打でいっちゃうのもね、ありなんじゃないかなと思います。さあそして前回のイベントがカチカチパズルだったんで、久々のプニパズル、やっぱりやりやすいわ。プニプニはこれじゃなきゃね。さあそしてポイント玉も降ってくる、結構降ってくるんじゃないの。さあフィーバータイム入りました。さあ黒身百鬼姫で攻撃力アップしとキーの必殺技打っていく。さあハローキティ SS、エンマキティが降ってこないけど打っちゃいましょうか。強力です、ポイント玉壊しにも使える。さあフィニッシュ。この黒身からのエンマのね、流れが非常に今回いい感じですね。攻撃力アップしておいて必殺技、強力な必殺技を打ち込んでいく。さあレベルどんどんね上げていきますよ。そして特殊ボーナスがついて9ポイント、まさかのこのハローキティ SS にポイントアップついてくる、これは嬉しい。
さあステージ13いきましょうか。だからハローキティ SS をさ、前回のイベントで持っている人はもういきなり Y ポイントアップですよ。まあ1ポイントアップするだけなんですけども、まあそれでもないよりは嬉しいよね。そしてサンリオピューロランド、可愛さマックス。やっぱプリプにはね、可愛いキャラが似合うよね。さあ長バナナ、さあ技ゲージ貯めていって、基本的にはね、僕はワンフィーバーでクリアするような感じで、まあ、ワイマネーも稼ぎながらやっていきますよ。そしてポイント玉連打で壊していく。結構このでかいポイント玉は連打厳しいよね。結構厳しい。さあフィーバータイム入りました。さあ黒みが溜まっていない。さあ溜まりました。さあ打っていく。この黒みもなかなかいい感じじゃね。このかぶり物系百鬼姫、今までは吹雪姫がこのかぶり物系としてね来ましたけども、もう吹雪姫もさ、たくさんなんたら吹雪姫とかいっぱい出てきたんで、今度は百鬼姫来ましたね。さあフィニッシュ。さあ何も落ちません。まあね、どんどんねステージ進めていきたいなと思います。 356Y マネー。さあレベルもねガンガン上げていく。13ポイント、結構稼げるか。さあいよいよステージ14ボスステージに来ました。おっとこれは危機だよ。そしてここは鉱物が与えられないということは仲間にできません。さあやっていきましょう、ボスステージ。さあキキ、これね仲間にできたら嬉しいんだけど、ボスはね仲間にできないんだよね。さあポイント玉も壊しながらいきます。さあボス3カウントごとに189か、5カウントごとか。さあ慎重にいきましょう。攻撃力アップからのこのハローキティエンマ。さあポイント玉も壊してポイントも稼いでいきます。どうなんだろうね、今回のイベント Y ポイント稼げるのかどうか。 Y ポイント稼ぎもね非常に重要なんで、 Y ポイント稼ぎながらねイベントの攻略やっていきます。そして今回ステージでもコラボキャラがね、まあ、グデ玉とかねいろいろゲットできるんで、そこもねちょっと周回して仲間にして技レベルとかね上げながらね、ステージ楽しみながらねやっていこうと思います。まあランクの高い妖怪ばかりがいいっていうことはないからね、まあ可愛さ的にはねグデ玉とかね負けてないですよ。さあフィニッシュ。さあ何か落としてほしい。このなぜか倒された時にバイバイして去っていく、これはサンリオ的にはやられちゃうのは NG っていう感じでしょうかね。あくまでもやられずにバイバイで去っていくっていうね、非常になんかこのなんだろう、まあ大人の事情とでも言いましょうか、まああるんでしょうね。レベル5も大変ですよ。さあ超サンリオピューロランド来ました。ステージ15やっていきましょうか。リュウ君、おっといきなりレア妖怪のこれはレア妖怪だよね。来ましたね。さあ仲間になってくれると嬉しいけども、どうでしょうかね。さあ一応ね夏木パーティーでいきます。まあ夏木技をたくさんかければ仲間になってくれやすくはなるよね。まあちょっとねレア妖怪なんで、しかも A ランクということでちょっとねドロップ率は悪いかもしれませんけども、まあ仲間になってくれると非常に嬉しい。
まあ、この同拍子もねできればたくさん落として、このイベント期間中に技レベルねマックス目指してねちょっと頑張っていきたいと思います。まあ、ちょっとねレア妖怪なんで出現率があんまり低いとちょっとね大変かなっていう気はするけどね。さあ夏木かけていきます。やはり好物も与えて夏木もかけまくる。幸いなことにね前回のあの武道会の時に不具合で好物がたくさん落ちたんで、もうその与えるね好物はもうおっときたぜ、たくさんあるんですよ、来ましたね。まあ1体目なんでねサクッと来ました。ハンバーガーゲット、そして4ポイント。さあ同拍子、友達になりました。さあサクサクとね仲間にしていきますよ。